はい、渡辺真由です。今回はね、新武器 UDM 解説&ベテランボット相手にチームデスマッチキルコンファームドフリーフォール2試合の計4試合で対戦してみたのプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。この UDM はね、通常新武器だとね、レアドロップでのみしか獲得できないんだけどね、つい最近チャレンジでも獲得できるようになってるんでね。でこれチャレンジ条件の方が武器プレステージで獲得したアクセサリーをつけて200でサイトをつけて、例えばね、このヘルストームを例に挙げるんだけど、武器プレステージで獲得したアクセサリー、これこのドクタク DOA でもしくはどちらでもいいんだけどね、これ武器プレステージ1で獲得できるドクタクなんだけどね、これはね、アクセサリーなんだけど、武器プレステージ1、武器プレステージ2で、この DOA で、武器プレステージマックスでこのデーモンスカルなんだけど、で武器プレステージで獲得したアクセサリーをつけて、でサイトもう どれでもいいんでね、サイトをつけて200キルをすることによってこの UDM が解除されるんでね。で注意、一つ注意点があって、最初ちょっと自分分からずに最初これつけてたんだけどね、後でちょっと他のこの武器プレステージ報酬のアクセサリー以外のこの補給将校のアクセサリーとか、あとミッションチームのアクセサリーとか、このエクストラのこの雪玉とかつけてやってたんだけどね、ちょっと進行しなかったんで、最初これつけてやってキル数が伸びてたんだけど、で後で変えてアクセサリー、ちょっと例えばこれやるでしょ、要は、この武器プレステージで獲得したアクセサリーをつけないと、チャレンジが進行しないんでね、200キルの。で、他のこの、武器プレステージ報酬のアクセサリー以外のアクセサリーをつけても、つけてキルをやっても、キル数伸びていかないんでね、チャレンジの進行していかないんでね。これ。武器プレステージのアクセサリーつけて200キルをもう終わらしたんで、この UDM 解除できました。これ UDM ね、モジュール組み立ての実弾フルオート、構造上連射速度は低いが長距離からの攻撃に有効ということでね、アクセス、ステータスが命中率68、威力、今アタッチメント何も組み合わせてないんでね、これデフォルトのステータスになるんでね。命中率68、威力63、射程距離68、連射速度65、で、機動性が85ということでね。機動性がダントツで数値が高くなってるんだけどね。これ結構バランス取れてるね、これね。うん。連射速度65。結構これ、長距離、説明通りね、これ。構造上連射速度低いが、長距離からの攻撃に有効ということで。これフルオートにもなってるんでね、結構これ使いやすいと思うんでね、まだ一度もこれ使ったことないんでね、見ての通りこれレベル上がってないんで、で、ちょっと、これでちょっと、最初は明細ちょっとつけずに、で、サイトもちょっとつけずにね、やってみようかなと思っててね。拡張マガジンに、どうしよう、フォローポイント。クイックドローつけてみるかな。クイックドロー拡張マガジン、フォローポイントに、FMJ。今回もボット相手に、まあ、試合の冒頭でも、動画の冒頭でも説明した通りね、今回もね、チームデスマッチ、とキルコンファームドチーム戦2試合で、あとの2試合はフリーフォールでやるんでね、で
チームデスマッチでこの片手持ちでやって、でもうすでに作ったんでね、2つ片手持ちのクラスとこのデュアルのクラス作ったんでね、まずチームデスマッチでこのクラスでやって、でキルコンファームドでこのデュアルのクラスでやって、でフリーフォールもこの片手持ちのクラスでやって、で最後にのフリーフォールの試合はこのデュアルのクラスでちょっとやっていこうかなと思ってるんでね。でコンバットリーグは今回ね、ウォーファイターでマークでストライカーでファントムでやっていこうかなと思ってて、でウォーファイターはね、ターミナルでキルコンファームドをやっていこうかなと思っててね、でマークはジェネシスのフリーフォールでやっていこうかなと思っててね、でストライカーはスローバックのフリーフォールでやっていくんでね、でこれファントムはルネサンスチームデスマッチやっていこうかなと思って、ね、最初にこれファントムやっていこうかなと思ってね、でペイロードはバリスタ EM3、 トレイトはリアガードということでね、でスコアストリック構成がスカラブ、ドローンパッケージ、バルチャーのスコアストリック構成でねやっていくんでね、まずこの渡辺マイグのねクラスの片手持ちでやっていくんでね、でパーク構成はねデクスタリティパーク1デクスタリティパーク2ハードラインパーク3ハードラインということでね、まずこのクラスでやっていくんでね、でゲーム設定マップルネサンスでモードゲームモードチームデスマッチゲームルールデフォルトでボット設定はいつものようにね、味方のボット数5、自分合わせて6で、ボット味方のボットの強さミックスで、敵ボットの数6、敵ボットの強さミックスということでね、あの通常のチームデスマッチと同じ人数で6対6の12人で合計12人対戦でやっていくんでね、はい、今回はチームデスマッチマップはルネサンスになります。はい、今回は渡辺真由で UDM& ファントムで頑張ってみたいと思います。あ、こういって黒いんだ、これデフォルトなんで明細今つけてないんでね、あ、これサイトつけなくてもいいかもしれない、アイアンサイトのサイト見たい、サイト仕様になってるね、これね。はい、頑張るぞ。ルネサンスも全然やってないんだけどね、あれからあのサボタージュの DLC 第1弾サボタージュの追加のスイマップも4種類も全然やってないんだけど、あ、これ結構使いやすいな、これ、うん、あー、なんだこれ、面白いよこれ。今回デッサーつけてないんで、これ使えるな、これ。味方もあのミックス、あの敵味方もなんだけど、敵もボットの強さミックスにしてるんでね、ルーキーもいれば、あ、ちょっとドロップパッケージオンライン、スカラブ、やっぱりね、どのマップでも言えるんだけど、センターやっぱり熱いね、センターポジションがやっぱりどうしてもね激熱になるんだよ、これ。スコーチャーになってるんだ、これ。よしよしよし、あ、やられてないんだ、スコーチャー、スコーチャーよく出るな、スコーチャーオンライン、どうやって落とすか、これ。あ、ちょっと今わからん、敵さんちょっと見当たらんだ、これこうやって落とす、お、何キルかやったぞ、10キルやってんだ、悪くない、あ、こうやっていけるんだな、これ、あ、いるな、ここに敵いるぞ、これ、あ、いる、あ、これ中だな、これ
あら、おぉ、ショットガン、バンシーか。やっぱ近距離強いよな、やっぱり。これ練習にも持ってこいだな、ボットは。やっぱり前はね、あのボット全然やらなかったんで、過去作とかは BO2 とか BO3 とかも、あのいろんな過去作で AW とかでも全然 IW に入ってからね、あのボットでやるようになってんで、やっぱボットいいね。ボット対戦、特にあの難しい武器とかね、バリスタ EM3 ちょっと使いますか、これ。バリスタ EM3 オンラインということで。スナイパーライフルになってるよ、これ。どこにいますか、これ。この辺ちょっと外周行ってみよう、これ。スナイパーライフル全然使わないんでね、ほんと。とっても苦手なんで。よし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 、アウト、切れちまったよ、これ。スコアストがたまらなくなってる。最初はたまったんだけどね、結構スローなペース、あのペースなんだね、これ。このマップ面白いよね、とっても。中にいますな、これ。リロードしといて、アウト。エネミーダウン。よしよし。弾数がちょっと少ないな、これでもな。拡張マガジン組み合わせてるんだけど。あぶ。スモーク対戦だ、これ。結構あの、ボットサンバーの、いろいろ使ってくんだよな、ね。タクティカル使ってくんで。スモークとかいろいろ。フラッシュとかいろいろ耐えてくるんで、結構侮れんよ。敵の方が、まあ、有利なの、これ。敵は中間地点中ごろで、ああ、20キロ一応やってるんで、まあ悪くないっしょ、これ。倒した、敵を仕留めた。マーク、今、リアクティブアーマー今やってたな。あれ、結構硬いんでね。スモーク帰ってきやがって、この野郎。ほんと、ボットのくせによ。入る。よしよし、バルチャーまでちょっとつなげたいな、これ。バルチャーは全然つながらんな。ドラッグパッケージでスカラブ。あ、いいな。よしよし、ドカン。これやられたの？結構遠くに離されるな、これ。またスコーチャーか、これ。結構スコーチャーばっかり出るな、これ。あ、近くなった。よしよし。スコーチャ、スコーチャオンラインしようか。スコーチャオンライン。こうやって落とすか。で、バリステムという。スモーク焚いてるか、ちょっとな。スモーク焚いてないところに行った方が絶対いい。入る。あ、この辺いるな。
よしよし。よし。ああ。スカープ。逆転してる、これ。よし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 、いいよ。この辺結構激戦くなってるんで、これ建物内、やっぱりどうしてもチーム戦はね、建物内多いんだな。よし、お、32キロ、悪くない。40キロいくな、これ。この武器面白いな、気に入ったよ、これ使いやすくてね、結構強いよ、これ。あ、味方か、これ。あ、いい。どの辺にいんだ、これ。あ、ここいるな。アシスト。はい、じゃマラン強いね、やっぱり。結構。勝てへんな、これ。あ、いるね。あれ？どこ行った？あ、ここかな。あ、何キロだ？ 34 キロ。敵も結構やるね、これ、敵ボット。スモークタイトル、これ。面白いね。あ、あ、強いな、ハーネット。分かった、100対92。R3K か、いいね。やったぜ、勝利ゲッツ。これ今挑発も4種類も設定できるのか、これ。はい、今回の成績は36キロ19ですのプラス17、比率 1.89、 アシスト11で、スコア3700でした。で、次ね、キルコンファームでやるんで、で、次は、ウォーファイターで、を使って、ターミナルでキルコンファームドやっていこうかなと思っててね。で、どうしよう。クローとかよく使うんでね。コンバットフォーカス使ってみようかな。キルコンなんで、さらに、キルコンなんでね、コンバットフォーカスでさらに、いいと思うんでね、これ。そんな、ソナーでやってみろか。で、次、DR 使っていくんで、これでね。今度、迷彩つけて。サイトなくてもいいね、これ。あ、DR だからサイトは必要ないんだよね。あ、で、ゲーム設定、ちょっとね。ターミナルのキルコンファームドミックスで、これ一旦、さっきね、ちょっと一旦の画面が暗転して真っ暗になってるの、またタイトル戻ったんでね、これ、だから再度設定もし直してるんだよな、これ。編集で、まあ、動画では分からないと思うんだけど、ね、編集でカットしてつなげてるんでね、これでやっていくんで、はい、今回はキルコンファームドのマップはターミナルになります。で、今回松井ジュリナでね、 UDM、DR
&ウォーファイターで頑張ってみたいと思います。これデュアルちょっとやりにくいかもしれないな。まあいいか。この面積面白いでしょ。ワッフル結構美味しそうでしょ。なんかはい頑張るぞ。デュアルやっぱ難しいんだよやっぱりな。強いねでもこれ。どの辺いるんだこれ。あこれショップとかいそうだなこれ。ここも片手持ちの方が良かったかこれ。結構面白いな。これ仲いいねこれ。入るな。よしよし。いるよいるよ。気づとらん。よしよし。バルチャー。で、スカラブ。あ、やめた。ちょっとあれだな。ちょっとドローンパッケージオンラインしよう。これちょっとやめろ。フラッシュちょっと嫌だなこれ。ちょっとあこれか。おおトリニティロケットオンラインストア。よっしゃ。結構こう入り口激アツだなこれ。これジュアルでもやりやすいなこれ。どこ？ちょっといろいろ行ってみようか。せっかくひたみの広いんで。ちょっとこの人ちょっと生かしてね。俺ちょっと後ろからついていく感じで。あぶる。いるな。こういますよ。お前強いな。13キロ。ちょっと中行ってみようか、これ。やりにくいと思ったけど、結構面白い。やりやすいな。ターミナルのハンドガン使って、デュアルは。あ、コンバットフォーカス溜まったんで、早速使っていく、これ。バルチャー。ちょっと。ドローンパッケージでスカラブオンライン。スカラブ行ってみましょう。分かった分かった。大体こういうのだ。あこっちはどこどこどこ。ちょっと分からない。スカラブ場所が分からん。相手お、ダブルキルじゃないこれ。何これ。またトリニティロケット。これトリニティロケット。ウォーデン出てくるよ。ウォーデン あれどこ。あこれか。何キロだ今。20キロや、20何キロかやってるんだ。23キロ。あ、いいね。バルチャー。はい、はい。よしよし。はい。これ回転落ちがいいかもしれん、これ。よし、ドローンパッケージオンライン。で、スカラブ。後ろにいるな、これ。よし、ダブルキル。オッケー、オッケー。何？お、ショックセントリー。どこの施設か、これ。
ショックセントリーだと、どこにだこれ。これに設置しとくか。待ってよ。上とかどうかな、これ。ここでもよかったんだけどね。あぶ。いいよ。ショックセントリーが活躍してるか、くれるかな、向こうの位置で設置したんだけど。どこだどこだ、結構強いな、これ。よしよし、ドローンパッケージ、バルチャー、あ、バルチャーじゃない、スカラブね、スカラブの大冒険。どこだこれ、敵さん、ちょっと敵と出くわさんだこれ。あ、ダメだ、やられた。バルチャー、またトリニティロケット、これトリニティロケットオンライン、違うの出てほしいよこれ。よしよしよし、ちょっとコンバットフォーカスちょっとオンラインして、どこにいるのこれ、ちょっとコンバットフォーカスちょっと使って、強化セントリー、ちょっとショックセントリー、ちょっと場所悪かったな、あれ。あ、いるな、スカラブ、ドロップパッケージとかバンバン回してるな、これ。お、あ、ドロップパッケージオンライン、分かった分かった、大体バルチャー、スコーチャー、スコーチャーよく出るな、これ。ドロンパッケージ、スカープ、あら、バルチャー、おお、48キロ、すごい。バルチャー今起動してるのか、敵のか、これ味方のスコーチャー、どうやって落ちるか、これ、こう、こうか、こうやって落ちるか、結構ダブルスコアで勝ってるな、これ。スコーチャー、あー、バルチャー、入れる入れる入れる、やっぱこう結構激アツだな、ターミナルは。この辺じゃない、あっちゃう、ターミナル広いからな、結構大変だなこれ。バルチャー壊されてるな、まだ出したばっかなんだけどな。あ、勝った、100対48。今回はチーム戦でファイナルキルできないな、エラードね。よっしゃ、グリッチアウト、
ということでね、今回の成績は51キル11ですのプラス40の確認30、組織キル3でスコア5250でした。結構ダブルスコアで勝ったね。で次ね、フリーフォールあとの2試合、チームデスマッチとキルコンファームでも2試合取り終えたんで、あとの2試合はねフリーフォールやるんで、でフリーフォールでマップはスローバックで、でゲームモードはフリーフォールデフォルト、ゲームルールデフォルトにボットセットアップ11で、ボットの強さミックスで、今度ストライカー使っていくんでね、でペイロードマイクロタレットトレイトハードで、まずねフリーフォール2試合のうち片手持ちと、もう1試合がデュアル使っていくんで、ちょっと迷彩つけてないんでね、これどうしよう、これ使ってみようか。この構成でやっていくんでね、はい、今回フリーフォールでマップはスローバックになります。はい、今回渡辺真由でね UDM 片手持ち&ストライカーで頑張ってみたいと思います。結構カウントダウン早いな。はい、頑張るぞ。 このマップはフリーフォール多分できなかったと思うんでね、結構サクサク終わらせてくるわ。ここいない、かっこここいない、ここいませんか。あ、いますね。よしよし、バルチャドロンパッケージスカラブ入る、よっしゃ決まった、スカラブか。ちょっともうちょっといいやつ出てくれよ、これあ、バルチャー壊されたんか、これまたバルチャー出してくよ、俺。あ、これスカラブか、すごいジャンプ力よ、これ。結構この辺が激アツだってね、これ。ダメか、決まらなかった、圧勝してねえな、これな。これでも使いやすいよ、これ。ただね、拡張マガジンつけても弾数が21発までしかないっていうのがちょっと気になるね、これ。でも連射速度遅いんで、そんなにね、弾の消費が激しくないんで。マイクロタレット溜まった。スモーク耐えてるな、これ。あと半分だ、ドローンパッケージ。バッチャーオンワンで、あ、ちょっとマイクロターレット、ちょっとここに温暖にしとこう。またスカラブか、これ。あ、何やこれ、ドロップパッケージ。あら、スカラブ。スコーチャーかもた。結構スコーチャーバンバン出るな。圧勝じゃないか、これ。
スカーブ。8.3 キロだよこれ。終わりか。あと1キロだな。ドローンパッケージ、ドローンパッケージ2個出してんだよこれ。よっしゃ、ドロップパッケージ2個も出してたよ。あ、いいところでやったなこれ。ソワイナルキル、オブジェがあるところで。パイナップルトス、はい、めっちゃくちゃキルいいね。今回の成績は30キル4デスのプラス6の比率 7.50、 ストリーク10、スコア30でした。比率 7.50 ってすごいな。で最後ねマーク使ってジェネシスのフリーフォールやるんで、マークでペイロードどうしよう。ペイロードスチールドラゴントレイトインフュージョンで、で今度これ JR 使っていくんでね、デュアル使ってやるんで、デスゲーム設定でジェネシスってどこだったか、下か、これか、これはゲームボットの強さとか一緒なんでね、人数とか一緒なんで、最後これで、はい、今回フリーフォールでマップはジェネシスになります。今回松井ジルナで UDM DR& マークで頑張ってみたいと思います。ここのスタートより上のスタートの方がいいんだよな、ね、ウィーズでしょ、敵さんあそこの方が結構いいんだよ、できれば向こうの方がいいな。そういうなこれ、ドローンパッケージ、ドローンパッケージオンライン、スカープ、マルチはまだまだか、スコーチャーよく出るなこれ、マルチャースコーチャー、これとそうか、圧勝じゃないかこれ。ドローンパッケージ、スカープ、すぐ終わっちゃうよこれ。 UAV、 UAV、 23キレってるんだ、バルチャー、スチールドラゴン、よしよしよし、やった、速攻終わったな。お、スチールドラゴンでファイナルキル決めたぞ。ちょっと早すぎるな、ピンポイント攻撃で最後は。
めっちゃ早く終わったな。これしかし切るの結構いいんじゃない、これすごい。これ30キロ3ですって。今回の成績は30キロ3ですのプラス27、比率10、ストリーク6、スコア30でした。めちゃくちゃすごいなこれ。ということで以上でね、終わりにしていきたいと思います。はい、今回はね、新武器 UDM 解説&ベテラン、あ、ボット相手にチームデスマッチキルコンファームドの2試合プラスフリーフォール2試合の計4試合で対戦してみたのプレイ実況をやってきました。あとよろしければね、チャンネル登録もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。